ペシャルライブをお楽しみいただきましょう。全員の平均身長が180センチ以上の8人組男性ボーカルグループです。2014年4月にメジャーデビューし、この年に日本レコード大賞新人賞を受賞。今年デビュー6周年を迎えて、舞台やドラマ、バラエティなどにも引っ張りだこの今話題沸騰のアーティストです。それではソリディームに皆さんよろしくお願いします。可能性はこの手にある。
よろしくお願いします。ということで、あと約1時間後に、はい、キックオフということで、そうですね。レース楽しみですね。はい、めちゃくちゃ楽しいです。もう、なんて言うんですか、もう、本当に、もう、待ち合わせするというか、もう、全力でもう今日は、もう、なんか、なんて言うんですか、盛り上げてね、本当に全力で盛り上げて、リーダーの勝利のために、今日から全力でね、はい。先ほどね、ご紹介してくださった通り、道の沢自転車、大分県出身で、はい、そうです、ね、はい、よろしくお願いします。じゃあもう、なんて言うんですかね、今日はですね、はい、まあ、清水エスパルス戦なんですけど、はい、まあ、前回ね、まあ、結構向こうのアウェイで、はい、負けてるんで、今回は、はい、本当にこう皆さんと一緒に応援して、勝ちを、こちら、つかみ取れるわけです。そうですね。なんかそのために僕らが少しでもこう応援して、できることになったら、今日は全力で応援したいと思います。ちょうど僕ら衣装が青で、青で、ね、お話しいただいてるんですけど、はい、はい、ちょうど新曲の衣装が青です。ありがとうございます。はい、僕らのところをね、はい、大変でさせていただくという皆さんの、はい、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、でも本当に嬉しい。めちゃくちゃ緊張します、僕、本当に。地元の人に呼ばれてる力が入るよね。あと、僕、うちのね、私、神田と中山と中山と、高校っていうか、学生時代、ちょっとサッカーをやってました。はい、なんかシンプルに今後ね、サッカーが見えるっていうのも嬉しいですね。いや、もう、ありがたいですね。僕たちサッカーやってて、サッカーやってたら、僕らみたいな少年たちは、サッカー選手に憧れてサッカーをやるわけですよ。そうですよ。で、またね、こう歌手として、このピッチで歌わせていただくっていうのが、すごい感慨深いですね。そうですね。で、しかも、秋田はね、お友達が。そうなんですよ。渡り大輝、渡り選手。僕、広島出身でして、僕もサッカーずっとやってたんですけども、もうね、学生時代の頃から飛び抜けてないか。今日ね、僕らの歌で精一杯ね、トリニータの勝利にね、貢献できるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと一つだけですか。はい、雑誌クイティックゴールですね、はい、毎月エコラムを書かせていただいてます、はい、サポーターとしてですね、トリニータも一生懸命応援して盛り上げていきたいと思いますので、そちらの方もぜひね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、中山祐希です。よろしくお願いいたします。はい、佐々木和也です。よろしくお願いします。はい、吉村明人です。よろしくお願いします。はい、向井若西です。よろしくお願いします。はい、向井からの締めると言います。お願いします。はい、大分県出身の佐々木英一です。今日はめちゃくちゃ予想以上に緊張してるんですけど、本当にこのステージで歌わせてもらうこと、そして全力で応援できることが本当に嬉しく思っています。皆さんよろしくお願いします。はい、阿部翔と申します。よろしくお願いします。はい、この初めて見てもらえますが、本日は大分県の勝利のために全力で歌わせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして続いての曲に、行きたいと思いますが、今日多分ね、それにも、初めて見てくださった方が、多いと思いますので、改めて紹介させていただきますと、僕たち8人組のボーカルグループ、でして、まあ、ボーカルグループといったら、まあ、アカペラだったり、ハーモニーとか僕らもやらせていただいてて、すごいゴスペラーズさんに可愛がっていただいて、まして、去年にゴスペラーズさんのトリビュートアルバム、25周年のアルバムに、カバー曲として参加させていただいたんですけども、本日はその曲を歌わせていただきたいと思います。それでは聴いてください。星屑の街。Thank you.
全力で一緒に応援しましょう。よろしくお願いします。以上。